い、こんにちは、山城と申します。いろんなね、郵便のね、解説をやってきましたけど、さあ、いよいよマニアックになってきました。これはね、引き受け時刻証明っていう、サービスの説明に、させていただこうと思います。ただね、すいません。私もね、まあ、言うてね、まあ、5年ぐらい郵便局にやってたのかな。で、まあ、非常に書き留めの取り扱いの多い、実は配達ルートによってね、他の動画でもちらっと言ったことあると思いますけど、1便最高記録ね、1便499通という記録持ってますんで、1日じゃないですよ、1便ですよっていうね、記録持ってたり、それ普通にね、1便で朝一ね、はい、10時って言ったらね、私だけでね、いや、今日は200通超えたなとかね、朝だけでですよ。そんなね、そこ、ようなね、こと困っておったんでね。ということで、大抵の書き留めを扱ってきました。ね、これ、今まで説明してる、多分今後説明するやつでも、基本的には全部やってますよね。この後もう一つある場合やってないのが、返信依頼郵便っていうのがありますけど、このね、引き受け時刻証明っていうやつは、ついぞ扱うことなかったですね。これね、見たことないんで、私もね、本当にこういうのがあるらしいですよとしか語ることができません。実際に、多分、郵便局にでも引き受け時刻証明を取り扱ったことがあるって言ったら、よっぽど多分、マニアックなところになってくるかなと思います。というのは、これ、本当にどこにニーズがあるのかよくわからないサービスではあるんですよね。で、いうことで、まあ一応説明しておきますね。料金は320円です。で、これに、プラス基本料金に、さらに、一般書き留め料金がかかってきますということですね。で、窓口差し出し時に引き受け時刻が、これ、分単位で郵便物に刻印されるということらしいです。一応こういう機会があるらしいです、郵便局には。で、引き受け時刻の証明が、されますと。で、秒単位は切り上げで生じになるらしいです。っていうことですので、まあ、9時15分、18秒とかに持ってたら9時15分になるというね、ような感じになるらしいんですけど、へーって、へーっていうサービス。ただそれだけなんですよ、これ。差し出しが完了すると、窓口で受領証を、もらうことができるので、はい、確かに何時何分に出ましたよって言うんですけど、別に領収書に載ってますからね、と思うんですよね。で、宛名面に赤字で書き留めと明記し、窓口で引き受け時刻証明にしてくださいと申し上げます。なして、その引き受け時刻証明のやつは、その場でね、機械でガガーってなんかどん、打刻されるらしいんで、あらかじめ引き受け時刻証明って、書くことはありません。っていうことらしいです。私もその何してね、窓口でもこれを取り扱ったことがある人に出会ったことがない。これはね、一応こういうサービスがあるらしいんでね、まあ、もしかしたら本当に郵便局の局員さんのところに引き受け時刻証明お願いしますと思っててもポカンとされるかもしれませんね。試しにこれは一回どっかの郵便局で取ってみようかな。まあ、中野に特定局のところありますんでね、なんかそこでね、ちょっとごめんね、やってみていいですかってね、やらせてもらおうかなと思いますんで、ちょっとまた寄らせてもらいますということでね、やっていこうと思います。まあ、一応そういった引き受け時刻証明というのがあります。だからこれ、なんでしょうね、なんか法的にどうしても時刻を証明したい場合にとかで、多分昔は、それこそね、黎明期みたいなね、昔の時代にはこういうのがね、ちゃんとこの時間に出されたっていうのが分かるというのが大事だったのかもしれませんけど、まあ、消し印もされますしね、ね、やっぱり何時何分何秒にね、地球が何回回った時にお前は差し出したんだっていう場合にまでも秒出ませんからダメですよね。ね、っていうサービスなんで、本当にね、でも一応現存であるらしいです。この引き受け時刻証明というサービスあるらしいんで、一応こういうのがあるっていうことなんで、まあもしね、詳しくね、よく使われる方で、具体的になんかね、まあ、個人情報に差し支えのない程度で、ね、こういうようなケースで使ってますよとかっていうのがね、もしね、ありましたらぜひコメント欄とかで教えてください。もしくはツイッターとかでもいいんで、ちょっとね、私もね、詳しくないんでね、これに関しては、一応これぐらいでね、締めたいと思います。一応そういった、引き受け時刻を分単位でね、機械でちゃんと証明してくれる、郵便物にガクって刻印してくれるサービスあるらしいですというさ、話でございました。とりあえずこの動画ね、以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。